皆さんこんにちは、美容師の山です。今回もいきなりビフォーアフターシリーズご覧ください。ゲスト様、いつもカットとカラーをされます。カラーはハイライトも混ぜておしゃれな感じでカラーしています。基本的にカラーもカットも全てお任せで担当させてもらってます。いつも割とハイライトを入れること多いですね。根元はグレーカラー、いわゆる白髪染めを使わせてもらって、毛先はやはり遊び心たっぷりのハイライトを入れることで髪に動きが出てとてもおしゃれに見えますし、いつもゲスト様気に入っていただいてます。表面の髪にもね、少し薄くスライスを取ってハイライトを入れます。そうすることでトップの髪がより躍動感がある感じで動いてくれるからなんです。注意点は、表面入れるときはですね、全てではないんですが、あまり太いハイライトを入れるとすごく強調してしまうので、薄く細くというのが成功する秘訣だと思います。ゲスト様、襟足の生え方にいつも悩んでいらっしゃるので、できるだけ裾は収まりやすいように中を短くして上からかぶせるような感じでカットしています。トップが潰れてしまうのがお悩みで、トップがふんわりするようにカットしています。そうすることでトップに動きが出て、よりハイライトとバランスよく動きのある髪型にできるんです。仕上げは少し説得力のあるワックスなんかを使って仕上げるのがコツです。特につむじのあたりにボリュームを持ってきて仕上げていきます。ゲスト様、めちゃくちゃいい感じに仕上がりました。とってもナチュラルでとてもおしゃれですよ。ありがとうございます。大人女性の皆様、髪の生え方やボリューム、癖など人それぞれ悩みは違いますが、まずは相談してみてください。相談してより良い髪型を美容師と一緒に探していくと結構いい髪型見つかりますよ。ゲスト様、とっても似合っていい感じです。まだお待ちしてますね。季節柄、桜が満開で思わず動画を撮りました。桜のシャワー、いい感じです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。